琵琶湖を擁する滋賀県、豊かな水源を持ち、大阪や京都、神戸、さらに名古屋などの都市部へのアクセスも良い滋賀県は、日本有数の工業圏として知られています。滋賀県はですね、戦後の高度経済成長期において、多くの企業の立地があってですね、特に製造業を中心とした産業が発達してきたという特徴がございます。多く立地している企業さんのほとんどは中小企業でございます。滋賀県庁の森さん、県内企業の実に 99.8% が中小企業という滋賀県では、時代や社会構造の変化とともに地域が抱える課題も明らかになってきたそうです。やはり中小企業から、多くの若手の人材が欲しい。特に昨今はですね、非常にこの人材不足が顕著な状況になっています。滋賀県の出身、あるいは滋賀県に来た大学生を、ぜひに中小の企業に就職させる手立てはないのかといった、こういった声が非常にこう根強く地域の産業界からいただいているというところでございます。こうした若手人材の不足という課題に対して、滋賀県では学生に向けたインターンシップ事業をその打開策の一つとして掲げています。株式会社色合わせの北川さん、県からインターンシップ事業を受託し、官民で取り組みを進めています。当社は魅力の再発見っていうのをキーワードに、滋賀県に特化しまして、滋賀県の例えば企業さんの魅力とか商品の魅力、町の魅力を見つけて発信するっていうことを幅広くやらせてもらっている、そんな会社です。滋賀県内の企業さんって実はすごい魅力にあふれてるんですね。例えばその技術力も高いですし、収益力もそれに伴って高いと、非常に福利厚生なんかも充実している会社がたくさんあるんですが、いかんせんですね、そのものづくりであったりとか、福祉とか建設とか、あまり外向きに発信を得意とされていないような企業さんが多くて、若い世代の人たちには何をやってるかよくわからないっていうようなところで、学生との接点が作りにくいっていうような課題が、結構あるのかなっていうのを感じてました。学生と企業との接点を作るべく動き出した事業、具体的にどのようなことを行っているのでしょうか。滋賀プロインターンというのは、滋賀県の中で、プロジェクト型の、プロに触れられる、インターンシップということで、滋賀プロインターンというふうに言ってるんですけど、従来型のインターンシップというのは、いわゆる学生が自分で行きたい会社を選んで、その中で、5日間なり3日間なりという就業体験をやっていくということなんですけど、まだ3回生やりたいことがよくわからないという学生が会社を選ぶということが結構ハードルが高いんですよね。そういった意味で今回はうちの方で企画をさせてもらったのが、ランダムマッチングということで、学生参加するとエリアとなんとなく興味のあるプロジェクトの内容だけを選んで、それを見ながら、企業さんとマッチングをさせて、言ったら知らなかった会社にインターンに行くと、それでいて一定のプログラムの中でやるので、全く知らない会社でも、しっかりと5日目にはプレゼンができるようなところをサポートしながらインターンシップを体験していただくというプログラムになっています。プロインターン事業のように非常にこう精緻にユニークな仕組みを作って実際の運営を行うというのは、なかなかやはり行政の人間にはそのスキルはないんだなと思っています。一方で、我々は、そういった事業の展開のフィードバック、色合わせとの対話を通じて、なるほどというような現場の感覚も分かりますし、そういったものを政策展開の中の議論の中に訴状に挙げることができます。あるいは、我々はこういうふうな社会を作っていきたい、こういうふうにものを進めていきたいといった、少し抽象的な内容についても、非常にこう具体的に、ではこうじゃないですかというようなご提案をいただきます。今ある資源の中で、それぞれの委託業者のリソース、我々のリソースをどんだけどういうふうに使って、より良いものにしていくのかということの議論が非常にこうたくさんできる、いいパートナーだなというふうに思っています。パートナーという言葉に表れている通り、官民がうまく連携を取りながら進めている滋賀県のインターンシップ事業、参加する地元の企業に対してはどのような働きかけを行っているのでしょうか。新たな政策の取り組みの中で、
商工労働部の職員全員がさまざまな企業さんを回ってヒアリングをしています。当然すべて人事とか人材のことだけではなく、経営上の課題でありますとか、こういったことをお話お伺いしながら政策のベースにしていっています。で、我々としてもですね、なるべく多くの企業さんとの接点を持つように、すべての担当がですね、足しげくといいますか、隙を見つけては企業の経営者等々との接点を作れるようにしていきたいというふうに思っています。実際に学生の受け入れを行っている滋賀県の地元企業、株式会社橋本建設。学生が社員にインタビューを行い、会社の社内法を作るというインターンプログラムを実施しています。プログラム内容は会社の社内法を作るということで、その働くことについて知るっていうのがテーマだったかなと思います。前回のインターンでもその社内法っていうのを作ってもらって、その全社員に配布したんですけど、それが結構好評だったみたいで、なんかそういうなんか社内でのコミュニケーションツールを作るっていうのは割と社内でも評判が良かったので、結果的になんか社内のコミュニケーションが円滑になったりとか、につながればいいなという思いでプログラムをやっています。結構専門性が高いというイメージを持たれていたりとか、理系の学生しかその就職できないというイメージを持たれているので、なんかそのインターンを通して、そうではなくて、なんかそのものづくりが好きで、そのやりたいという意志が強い強い意志を持っていれば、その学部関係なく、今までの その学んできたこと、経験してきたこと関係なく、なんかチャレンジはできるよっていうのを、少しでも多くの学生さんに知ってもらえる得ているという意味では、すごいインターンの、させていただいている会はあるかなと思っています。で、社員さんも、今までそのこういう取り組みをシガプロインターン始めるまではしてなかったので、最初はなんかなんやねんみたいな感じで見られてたんですけど、だんだんこういうことしてるんよね、分かったみたいな感じで、今日の現場もすんなり受け入れていただきましたし、なんかそういう社内での協力とか理解とかは、徐々に得られるようになってきたのかなというふうに思っています。インターンシップをすることで、採用につながらなくても外から学生を受け入れるっていうことに対して、社員が前向きになってくれるだけでも、やっぱそれでもなんかその結果的に採用につながったりとか、成果としては目に見えないですけど、インターンシップっていうのはこれから大事になってくるんじゃないかなと思っています。インターンに参加した学生にもお話を聞きました。18年間この滋賀県で生きてきて、どういった企業があるのかっていうのと、また仕事の価値観を深めたくて応募しました。建設業界の方、普段外に出て、で作業着とかでいろいろ荒っぽいっていうか、そういうイメージが自分の中であったんですけど、今回インタビューしていく中で本当に気さくだったし、喋りやすいっていうのがあったので、その自分が持っていた建設業のイメージとは違うっていうのが気づけたんで、一ついい収穫になったかなと思います。地元の企業、滋賀県はどちらかというとその都市部ではなくて田舎の方なので、地元に根ざした企業がとても多くて、地元思いでいい企業が多いんだなっていうイメージを受けました。地元滋賀が抱える若手の人材不足という課題に対して、その打開策の一つとして実施されているインターンシップ事業、地方公共団体、中間支援団体、地元企業、参加学生のそれぞれがこの地域のこれからをまっすぐに見据えています。最後に滋賀県のインターンシップ事業の未来像についてお聞きしました。インターンシップ事業というものだけを切り抜いて議論をしても、なかなかやはり同じようなものになるんではないかなと思っています。やはり一定のセグメントのこの事業をやっぱり合わせた中で、事業間の連携をまず大切にしながら、そこにどんだけの資源を配分して展開していくのかということを考えていきたいと思っています。それぞれの事業の総体として誰のために何を提供するのかというのを事業単位で見てしまうと、非常に矮小化した事業展開になりますが、広い束のブーケのような、事業のブーケのような中で、この花を誰にどう届けるのというようなことをですね、考えていけたらというふうに思っています。究極的には滋賀県の企業さんの採用力、学生さんが滋賀のことを好きになったり魅力を感じたりっていう、その双方のレベル感といいますか、
の、まあ、目線みたいなものが上がっていくことが、まあ、ゴールかなというふうに思います。まあ、ゴールは究極ないんですけど、まあ、それを多分上げ続ける中でとか、まあ、学生があまり何もこう迷わずに滋賀県っていいよねって言ってくれる、で企業さんが、まあ、いろんな形で、まあ、学生さんとの接点を、まあ、幅広く持てるような採用戦略を組めているっていうところを目指していくのかなというふうには思っていますかね。まあ、その結果、まあ、あの東京に行かずとも、まあ、あの滋賀県の中で自分が成長できるっていう環境に出会って、まあ、結果として若い人たちが増えて、まあ、企業も地域も活性化していくというところを目指していければなと思っています。